前回のビデオで NVMe 変換アダプターを使った M.2 の増設を説明しました。今回のビデオでは M.2 スロットのないマザーボードで NVMe を使う方法を説明します。 Windows 上からは NVMe を認識するのですが、 BIOS から認識できないため、システムドライブにできないという問題がありました。 Windows のクリーンインストールで説明します。ダウンロードしておいた Windows の USB メモリを UEFI でブートします。 M.2 のないマザーボードでも UEFI さえサポートしていれば、 NVMe へのインストールは一見できるように見えます。このようにインストーラーからは NVMe が正常に認識されています。 NVMe に Windows をインストールしています。ところが BIOS からは NVMe が認識できないため、また初期画面に戻ってしまいます。これを解決するためにクローバーブートローダーというフリーソフトを使います。まず USB メモリからクローバーブートローダーを起動します。次にクローバーブートローダーから M.2 NVMe を起動します。これにより Windows のインストールができました。クローバーブートローダーを起動する USB メモリの作り方を説明します。まずソフトをダウンロードします。この時点では最新だった5150をダウンロードしています。次にメモ帳などでこのようなバッチファイルを作っておきます。1行目は NVMe のドライバーを組み込むもので、2行目は設定ファイルのコピーです。クローバーと名前を書いた USB メモリを挿しておきます。これを必ず FAT32 でフォーマットします。その他のフォーマットでは BIOS から認識されません。次にダウンロードした圧縮ファイルの中にアクセスします。クローバー V2 以下のすべてのファイルをコピーします。コピー先はフォーマットしておいた USB メモリです。バッチファイルも USB メモリにコピーします。バッチファイルをダブルクリックして実行します。これでクローバーブートローダーの入った USB メモリが完成です。USB メモリから立ち上げてみましょう。ところがこのようなメッセージが出ました。ブートドライブが信用できんと怒っているようです。これを解除するには BIOS のアドバンスモードに入ります。ブートメニューのセキュアブートを選択します。OS タイプで Other OS に変更します。
無事に M.2NVME から立ち上がりました。常に USB メモリを挿しておくのもなんか嫌です。そこで SATA SSD にクローバーブートローダーを入れる方法を説明します。もちろん SSD でなくてもハードディスクでも可能です。この方法では SATA SSD の内容は全て消えてしまいますのでご注意ください。また不注意で NVMe も全て消すこともあるので注意深くやってください。 Windows を右クリックで管理者パワーシェルを立ち上げます。ディスクパートと入力します。これらのコマンドを入力していきます。ここでのディスク番号は SATA 接続の方です。これを間違えると NVMe の方をすべて消します。 100MB の FAT32 でフォーマットされたパーティションを作っています。最後に作成したパーティションを B ドライブにしています。Windows 右クリックでディスクの管理を立ち上げます。 SATA SSD の残りの部分もフォーマットすることで作業用ドライブ D などにできます。ここからは USB メモリを作った時と同じです。Bドライブにすべてのファイルをコピーします。バッチファイルをBドライブにコピーして実行したら完成です。次にクローバーの設定を変更します。 EFI クローバーの下にあるコンフィグ P リストを編集します。例えばタイムアウトを検索します。5は5秒間クローバーのメニューを表示します。0に変えるとクローバーのメニューが出なくなります。最初から SATA SSD で Windows を起動すればというツッコミはなしでお願いします。よろしかったらチャンネル登録お願いします。